若狭舞鶴エクスプレス、京都号海の京都舞鶴赤、レンガエクスプレス号は、京都市と舞鶴市を結ぶ高速バスである。すべての座席が指定のため、乗車には事前の予約が必要。道路線の前身は、京都府の府と、京都市と京都府北部の中心都市、舞鶴市を結んでいた定期高速路線で、席は全便座席定員制であった。旧京都交通。 舞鶴支社時代は国道本線の一員として扱われており、種別も下から快速、特急の三本立て構成で運行経路も複雑であった。2012年12月20日からは若狭地方の中心都市である小浜市と京都市を結ぶ観光、ビジネスの需要を見込み、京都舞鶴線の一部を小浜駅まで延長。同時に西日本 JR バスが参入。 座席指定要約制となり、若狭舞鶴エクスプレス、京都号の愛称が付けられた。その後2018年4月1日より、小浜駅発着を廃止したため、愛称を、海の京都舞鶴赤レンガエクスプレス号に変更した。JR 山陰本線、舞鶴線の特急列車との関係では、競合関係にある。2020年11月30日をもって、 西日本 JR バスが撤退。京都交通の単独運行となり、1日後往復へ減便。2015年7月に京都中管自動車道が全通。それ以前は未開通区間は一旦降りて一般道に降りる経路をとっていた。2018年4月に廃止となった舞鶴、小浜間のルートは以下の通りであった。 舞鶴市内舞鶴東インターチェンジ舞鶴若さ自動車道オバマインターチェンジオバマ市内原則としてリクライニングシートのハイデッカー車両で運行される。西日本 JR バス担当便のうち1号10号は3列シートの2階建てバスでの運行となっていたが2017年3月をもって2階建てバスによる運行は終了した。ありがとうございます。